はい、えー、前回ね、総、えー、価学会の方、公明党の方、聞いてくださいという動画を撮りましたけれども、そこについたコメントが、結構ね、本当に人の正直な心を表してると思いましたので、今回、紹介したいと思います。で、えー、動画が終わった後、私ももう一回ね、ご挨拶に伺いますので、ちょっとそちらの方、ご覧いただけますかね。では、VTR、スタート はい、えー、今回はですね公明党の皆様もしくは創価学会の皆様に向けた動画に対してのコメント返信になります、えー、コメントいただいた方本当にありがとうございますでは上から読んでみますね、えー、公明党は児童手当一律給付でも一律給付は使うのは個人の勝手ですがパチンコギャンブルにつぎ込む人もいますよねと動画上げてる人もいます本当に困っている人に 行き渡ってほしいといととうことなんですけども、うんまあ、パチンコギャンブルね、まあそういった使われ方もするでしょうけども、まあそれを置いても、お一律給付によって救われる人がいるんだったら、一部の方がね、あの、まあいわゆる目的外に使うことも、まあ容認してもいいんじゃないかなと私は思うんですよね。だからこういう人が一部にいるから、だからやらないんだってことになると、本当たくさんの人が救われないんで、もう極端な話ね。一人でも救われるんだったら、 不正に使う人が何人いようがやるべきだとすら私は思いますね。うん、まあいろんな考え方あると思います。うん、できればね、パチンコギャンブルにこういう時だからこそ使わないでほしいなと思いますけども、なんとも言えないですよね。パチンコギャンブルに使うことによってそこで働く人の、うん、まあ需要も喚起されてるってこともありますんでね。まあ全部が全部悪だとも言えないところがあるなっていうのはパチンコ屋をね、やっていた私の経験からなんでしょうかね。<laughs> はい、えー、次ですね。 公明党にメールしました。自民党だけでは絶対に給付金は実現しないと思うので、公明党の力が必要です。そうですね。公明党の皆さんよろしくお願いします。はい、えー。私は総学会員です。親の代からなので2世になります。選挙の時はいつも主人と一緒に公明党に入れています。公明党のホームページに毎日のように給付金のことを書き込んでいます。いや、本当にマコ、ま、さんありがとうございます。 私もね何かね公明党さん中心に動かせないかなと思ってるんですよですからねこの動画作りましたけどもまこさんがねうこれにうこ,うこういうようなコメント書いていただいて給付金のバックアップをしてくれてるもう応援をしてくれてるってことで本当に助かります、うん、今でこそねこの小さな声を聞く力公明党ですからね、えー、よろしくお願いします次ですねまちこさん えすごいことに気づきましたね。公明党さんしかない。そうか。<laughs> ご育成は素晴らしいですと。はい。あのー、公明党さんはね、やっぱりね、こういう時だからこそ自民党に物を言える方だと思うんですよ。この春もね、山口代表が言ってくれたから、まあ、給付金になったということだと思いますので、またね、山口代表、ここでねあの、自民党を突き上げてほしいと思います。 あの自民党からね、見下り犯を突きつけられるから、怖いから言いたいことが言えないっていうんだったら、何の聞く力なんですかってことになりますから、多分やってくれると思いますんでね。よろしくお願いします。ゆかさん。総合学会の人たちは公明党とのつながりがあります。ほう。そしてその人たちはものすごくきつこいですし、嘘ばかり言う人たちです。あら、16、7年前、総会員と入れとか、ご飯食べていかれないとか、病気にならないとか、出たらない人たちです。だから入れなさいと言われました。はあ過激ですね。そういう人もいるんですね。 厄介なのが話だけ聞いてほしいとしつこく言ってきたので、えー、話だけ最後に聞いてあげると、伝え話だけ聞きに行きました。えー、ところが、数日後会員さんにされそうになったと。会員になるためのものをいろいろ持ってきた人たちを私が怒鳴り散らして帰らせたことが、なので創価学会の人はもちろん公明党も大嫌いです。はい、ということもありましたね。創価学会の方、公明党の方、一部の方がね、 こういうふうなことをしちゃうと全部がこうだっていうふうになっちゃうところがうんまあなんかね私もちょっと公明党さん、えー、こう何か総学会の方を誤解しているところにもつながってくるのかなとまあね由佳さんの気持ちも分かるなってことでございます今私はねあのどういう考え方かっていうと一部の人にそうされたからといって全体をそう見るべきではないっていうふうに思ってますのであの本当にね真に熱心でで相手のことをおもんぱかるね 本当に素晴らしい総合学会の方にも、まあ、数多く会ってきましたしそれから総学会の方もねうんやっぱりこう何て言うんですかねまあ理念に燃えた方だとは思うんですよまあですね、それが合わなかったりとかタイミングが合わなかったりとかあの嫌な対応をされることっていうのはやっぱりねあると思いますけどもうんちょっと諦めずにね別の角度を見ていこうかなっていうところですよねこう公明党も大キャラですって書いてますけどもでもこれもね 創価学会の一部の人が結局は創価学会全体とか公明党全体の方にね迷惑をかけてるっていうことの一つだと思うんでねえこれはねこうしっかりと受け止めてもらいたいと思います本当にそれとは他にでも公明党さんのね関係者の方総合学会の方とか熱心で本当に、えー、あに愛情深い方もいらっしゃると思いますのでえそういう方にはね、えー、これからも しししっかりととたた活動を、ね、期待したいと思い思ま,まあ私もねそうは言ってもね YouTuber という肩書きをつけたら YouTuber なんてくだらない人だ全員ダメな人間だって思われてもなんか寂しいですね <laughs> うねだから誰かが迷惑をかけると全体にね、えー、その迷惑が及ぶかな逆に誰かがすごく人を感動させるとあ公明党の人ってみんな素晴らしいなってなっちゃいますんで今回はね、えー、公明党の誰か一人が給付金に対して力を出していただければ まあ、公明党全員が素晴らしいになっていくのかなと思いますけど、どうでしょうかね。はい。えー、お母さん猫大好き。その通りです。久保さんの勇気ある発言、素敵です。そんな、ありがとうございます。これからもね、勇気をください、猫ちゃん。はい。えー、岩下さんですね。公明党の総学会員さん、近くに支部がありましたんで、顔を出してみます。そうですね。私もね、ちょっとね、伺ってみようかと思います。あのー、またね、選挙の時はよろしくみたいなこと言われると思いますけども、うん、それを押してもですね、それを込みでもですね、あのー、今回の給付金には意味があると思いますので、 え、選挙、一票を投じるくらいはね、やらせていただきこうわかんないですけどわかんないです。すみません。約束はできません。買収行為にあたるかもしれませんので、これは明言できません。すみません。メーさん、え、今、公明党にメールさせていただきました。私は学会員ですが、本当に困っています。頑張ってほしいです。ああ、なるほどね。そうですね。やっぱりこう、今ね、創価学会の方が公明党に、もう、みんなでね、こう、なんてうんですかね、消しかけるというのかな。 声を上げていただくことによって、あ声を上げてくれますね。m e さんね、多分ね。公明党さん動いてくれるんじゃないかなと思うんですよ。は猫さんですね。給付金の件で政党を支持してきた人の票が離れただで、さええー、支持政党なしの不動票が多いのに、次の衆院選挙では対価を支払わらせるのではないですか？あすでに広島3区では自民党と圧力が生じているらしい。 公明党としても自民党との、えー、過度のなり合いするべきではない。えー、これは私がね、それを知っても、これ私に言われてもちょっとね、どうすればいいのかわかんないんですけども、でもお気持ちはわかります。えー、広島ではですね、あの、例の河合案里、えぇ、ー、ね、あれがね、余計なことしたんで、かなりね、問題です。広島はね、もう完全に買収王国になってしまいまして、私もね、本当にね、広島にね、あの、仲良くしてた政治家さんもいるんですけども、 お前もかいみたいな感じですよね。結局お前も20万30万かいみたいなね。で、断りきれなかったって言うんですけども、それは捜査が入ったからね、実はみたいなこと言っても遅いというね。うん、だからなんか、汚い。本当にね。あの、本当に普通の顔してね、あの、私と関わってた方が悪党ですからね。はっきり言って悪党です。買収に関わった時点で。断りきれなくても悪党。それを断ると思うから、票を入れたわけですよ。我々は。 本当、とんでもない人たちばかりですね。うん、ということで <laughs>、すみません。また怒りが出てしまいましたけども、うん。自民と公明党とね、圧力が生じているのも、なんかわかるなと思いましたね。次です。公明党が世間の味方。前回の一時休付の時もそう。そうなんですよ。足立さん。なのに今回動いてくれてないんですよ。なんか、ちんたらしてるんですよ。私から言わせれば。公明党さんがね、一声かければ、正義の味方になってくれると私も思ってたんですけども、なんか今回ね、公明党さん静かですよね。 もう一回、10万円出せ、5万円出せ、言ってくれないですかね。うん、公明党の方たちっていうのはあの、本当に貧しい人の暮らしとかをね、見てるはずなんですけどもね、最も多くの国民の苦しみの声を受け止めてるはずなんですけどもね、なんでこう動いてくれないんですかね、自民党に切られるのは、やっぱ恐れてるんでしょうかね。そうなると、なんかね、公明党といっても、これ、自民党みたいなもんなんですよ。だそうなってほしくないんで、今回ね、あのぜひ、動いてもらいたいなと思っています。よろしくお願いします。 大井お茶さんこんこにちは公明党は庶民の党ですので自民などでかい党に対してなので党を売るためには宗教などで仲間を増やし時には仕方なく山口代表は最善のために、えー、維新と都構想で賛同するああそんなこともありましたね今回公明党の仲間からのバッシングは大変だったが庶民党なのでやはり目立ちたいしどこの党とも喧嘩したくない。 どこの党でも失敗しますよ。でも、以前の山口代表の10万円給付案をいろんなデータを取って、あの自民党を納得させた経緯は、庶民党として素晴らしかったです。私は無宗教ですが、政治の金融政策などは、保党と令和と公明党に賛成です <laughs>。保党って <laughs>。ありがとうございます。もう、もう私もね、党になってしまいました。私はどちらかというと、どちらかというとね、悪党でございます <laughs> はい。えー、ありがとうございます。えっ、ー、と、藤田さん。毎晩 全住民の無事、えー、安息コロナ禍あ同盟祈願祈ってますはい、そうですね、えー、多分ねこの創価学会の皆さんも祈ってくださってると思います、うん、小金虫さん公明党はあんまり好きではないのですがお願いしますあのー、公明党というかね創価学会の方はちょっと選挙の時にねあのー、もうちょっと遠慮した方がいいかなと私は思うんですよ、うん、やっぱりね好感度を上げている方でもあれをやられるとね 関わるのやめよようと思っちゃいますよ政教新聞をなんかむちゃくちゃ進めてきたりとかね「こんにちは」とか言ってあの持論展開したりとかするのはまずはあのすみません勝手なこと言いますけどあのなんですかね創学会の皆さんまずは話を聞いてくださいってことなんですよどちらかというと <laughs> まあそういう方ばかりじゃないと思いますけどもねえっ、ー、と優しい方とかねまずは相手の話に耳を傾ける方も多いと思いますけどもうんなんかやっぱり人それぞれねばらつきはあると思うんですよ。 でも今回コガネムシさんあんまり好きではないのですかって書いてあるところを見るとあんまり好かれないような行動もしてるのかなそんな方もいるのかなと思っちゃいますね、えー、まだ私はねあの,あのなんですか総合学会の方とかコメントの方とかあの嫌いではないですよ嫌いではないんですけども、うん、嫌いだっていう方をこうやって見たり聞いたりすると何かあったんだろうなと思っちゃうんですよねはいピカチュウさん 市議会議員が県会議員の名刺持ってますよ。昔の知り合いだから。ああ、いいじゃないですか。ぜひ呼びかけてもらって。結構コメント今回多いですね。あ小栗さん、おはようございます。今、公明党にメールを届きました。私一人の声で変わらないかもしれませんか。地理も積もれば山となる。そうなんですよ。ぜひね、みんなで声を上げていきましょう。公明党が動いたら早いと思う。前回の一日10円の時は本当に助かりました。もう公明党しか庶民を守ってくれるとはないですね。そうなんですよ。だからね、 公明党の皆さんあの9月10月ぐらいに別にもうね動いてくれてもいいんですよ私たちがお願いしますって言うまでにもう分かってると思いますからそんなのは、うん、ぜひねクイックレスポンスでお願いしますえー、セガさん公明党山口夏男氏にメール何回も送りました希望期待を持って年内給付山口代表から菅総理へ一言言ってくださいそうですよねってことは山口代表知ってるのにやってくれてないってことなんですかね 何でも公明にしましょうはいそうしましょう公明党は学会の知人などいたら話が取りやすいかもしれないツイッター公明党伊ざ真一さん伊佐真一さんええー、厚労省で実際社会福祉協会の貸付の方もやってるんですが給付金は関係ないと思いますが割と親民に対応してるみたいなんで相談してみるとよいかもねとそうですねそういう方もいらっしゃいますよねええー、信じてみようと思います原口さん 公明党の鶴の一声で決定だと思います。公明党は平和の党、庶民の党ですからね。はい。なのに鶴の一声が出てこないんですよ。これ何ででしょうかね。文輔さん、おはようございます。私の周りにも学会員が多くいます。過去には期日前投票にも連れて行かれ、久保さん同様に良い目ありませんでした。しかし久保さんがおっしゃる通り、今、総理に物を言って動かせるのは公明党です。そうですね。過去にも公明党の訴えが自民党を覆したこともありました。大阪都構想にも、 え、自民が反対に回ったにもかかわらず公明党が賛同して応援をしたことには正直びっくりしました。今の状況だからこそ公明党に期待します。そうなんですよ。公明党さん、今ね、株を上げるチャンスですよ。自民党の石頭にね、ぜひね、公明党さんの柔らかい愛の言葉で、なんとかね、切り崩してもらえませんか。え、最後のコメントです。 公明党さんの一言って大きいと思います。私も選挙になるとしつこいほど連絡が来る知り合いがいます。あまりいい気持ちはしませんが、でも、その人は私の声を届けてくれるというので、選挙時じゃないのですが、連絡を取り訴えています。いいですね。公明党さんの力が必要な時です。私も無宗教です。でも、声を聞いてくれるはずと信じています。これからまた知り合いにメールします。ということでございますね。はい、えー、ということでですね、全体的には公明党さんに期待する声が多かったなと思いますし、公明党さんはあんまり好きじゃないんだけども、 創価学会の方あんまり好きじゃないんだけども、でも今回はお願いしたいっていう、結局そこに集まってきたと思うんですよ。ですんでね、創価学会の方、公明党の方、これはね、えー、こう、信頼を獲得するチャンス、逆転のチャンスだと思うんですよ。あの、もしかしたらいい印象を持たれてない方も、今回の件で、あ、やっぱり、すごいな、公明党。もしくは創価学会ってやっぱり私たちを救ってくれるんだ。今まで悪い面しか見なかったけども、 すごい私たちのためになってくれてるんだなっていうふうにね、見直されるチャンスでもあると思うんですよ。まあそういうふうな打算も込みかもしれませんけども、ぜひね、打算でも何でもいいんで、一人でも国民が救われればいいじゃないですか。一日でも国民が幸せを感じれるんだったらいいじゃないですか。そういうためにね、えー、頑張ってほしいなと思いますし、私もですね、いい印象ばかりではなかったんですけども、でもやっぱり期待する気持ちが今回あります。えー、でね、私の今回の放送で、まあ、まあ確かに久保さんの言う通りだなと。 うん、確かに印象は良くなかったけども、今回お願いしてみようかな、話してみようかなっていうふうに、人の気持ちが動いてることもあると思うんですよ。ぜひね、総合学会の方、しっかりと受け止めていただいて、えー、公明党さんもね、えー、動かしていただければと思います。本当にね、今はね、救ってくれるんだったら誰でもいいっていう感じになってきます。極端な話ね、自分の苦しみを助けてくれるんだったら、悪魔でもいいってことになっちゃうわけなんですよ。だから悪魔が出てくる前に、山口代表がね、ちょっと とこう提言すするることでで自民党がが変わわっっていう実績があったわけじゃないですかだから頼りの人ですよ今公明党さんがそしてそれを支える創,創価学会の方ね、うんまあ、こういうのも込みでちょっと全員一丸となっていこうかなっていうところですね是非、うん、ね皆さんもお近くの創価学会の関係の方のところにね、えー、行かれてるといいと思いますしっかりとね多分地域の方ってこういう時ってしっかりと話聞いてくれると思うんですよ まあその上でね、ご縁を深めていって、私たちの声を総科学会を通じて、公明党を通じて届けていきましょう。その後ね、あのー、この前はどうも選挙お願いしますって言われても、それはね、その時また選びましょう。その時にどうしても公明党さんに入れる気にならなければ、それはいいじゃないですか。でも、本当にありがたかったかなと思う人が何人かいると思うんですよ。そういう時は自分の選んだ政党に一票を投じるということでいいんじゃないですかね。で、逆にですね、 こういう時に力になってもらえなかったら、今回の冬の時期、年末年始、こういう時に公明党さんが黙っているだったら、もう完全に公明党、さよなら総合学会はやっぱり、いざという時は助けてくれないんだ、自分の星に走るんだ、みたいなことになっちゃってもね、いけないですしね。<laughs> えー、まあ私が言うことではないですけども、えー、ぜひね、一人でも多くの方を助けてあげてください。そして一人でも多くの方の声を届けてもらいたいと思います。えー、切にお願いします。